どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ、折り紙キングやっていきたいと思います。さて、あれ？あー、コインがもらえるんだね。さて、やっていきますかね。とりあえず、ルイージの帽子を探していきますか。本人いるのかな？誰か来たよ。ほう。叩いたよ。物騒だ。あーってことは、おお、楽ちんだね。おひげが生えてるんだから、ひげいじりはやめろって。あ、いた。痛いね。お、7。結構フィールドダメージ受けるんだね。さあ、オッケー。おお、1000コイン。やっぱコインの桁が多めだね。これに関しては何も言わないんだね。紙袋入れて、叩いたよ、物騒だ。もうこれしか言われないもんな。ほい。お、お宝がある。あ、でも、どうしようもないしな。ダメージ受けながらじゃないよね、さすがにね。あ、なんか上にくす玉がある。くす玉とかあんのか。下はなし。このダッシュがないっていうのがまた、新鮮さ、新鮮やね。お、10コイン。お？引っ張るよ。おお。お？ほう。100と、あ、これとこれ。アイテムゲージ。あーはー、凍ってる。10コインか。100はこっち。おーって。干からびたキノコ。水で戻してあげよう。いや、紙だからちょっと、それはなーっていう感じもするんだけど。さあ、20回復の10。さあ、正解したら、お、スターが出た。おー、そういうことね。無敵？って。お、ピーチ城。あ、今回フィギュアがあんのか。お宝フィギュア。何それ、ちょっと可愛いですって。他にもいろんなものがあるのかも。全部集めたくなっちゃいません。確かにね。ああ、いい音楽。嫌ってる金ピカって。危ない危ない危ない。手に入れたお宝フィギュアは、キノピオタウンの大博物館に展示されます。あ、手元にはないんだ。すぐ飛んでいくんだね。あ、ノックになんかあるね。ほい。おお、1回で OK。
上のくす玉気になるな。でもこれ落ちてきそうな気もする。お？おお、魔法の泉か。偉そうだね。そんなこそこそ言うなよ。ほい、あと1回かな。3。おお、干からびたフラワーかな。あ、しおれたか。水をあげるときにファイヤーなのにね。カエルの鳴き声。お、ラジカセ。まさかの？え、次は？あ、キャシーだっけ？あ、復活した。あ、切れた。なんだかいろいろと不思議なところですわね。確かにね。さてさて、紙集めて、さあくす玉。そんない景気のいいことないよね。しゃあないか。お、おお、神の手。さあ、発動。ほい。それだけ。いや、なんか落ちてきたね。てってけてーって。お、これは干からびた種。金色の実からできた種。水分不足で干からびている。ほう。4。1000コイン。コインめっちゃ出るなー。お、あ、へえ、あれは折り紙がまとまって入ってるんだ、あの袋は。あー、じゃああれ取った方がかなり便利だね。あら、なんか不思議なところに。折り紙だね。おお、結構大量に出てくる。これも？うん。これに乗る感じかな。そうでもないと。あら、迷いの森か。いや、でもルートこれしかないしな。やっぱぐるぐるしてるよね。私の頭をぐるぐるしてきちゃった。頭弱いな。あそこ切り株で一休みしませんか？まあそうだね。あんたたち、あんたたち。あ、はあ。こんなところいたんだね。デクジーの頭の上に腰掛けるなんてダメよ、あんたたち。デクジーはこの山の長老よ。とっても偉い木なの。それがキノピオたちに自慢の体を切られて、こんな惨めな切り込み。キノピオたちに自慢の体を切られて。はあ。あれ、キノピオたちそんな裏で悪いことしてたの？
そう、そう。そうじゃ、わしはこんな姿にしたペラペラどもは大嫌いじゃ。ゴーゴー。ゴーゴー。あ、もう喋るのもしんどい。もう年寄りやね。そうだそうだ、嫌いだ嫌いだ、帰れ帰れ。あ、みんな、そうだったんだね。歴史は嫌われたショックですっかり落ち込んで、枯れ木みたいになっちゃった。だから、キノピオと同じ、ペラペラはみんな大嫌いなの。この山から出るためには、デクジーのお留守がいるの。ほう。嫌われたあんたたちはかわいそうだけど、一生ここで迷子のままね。一生そんなの困ります。ねえ、デクジーさん、私たち悪いペラペラじゃありませんわ。そもそも私たちはペラペラじゃなくて折り紙です。なんじゃと折り紙の小娘を。それなら、わしはこのわしを、竜切羽に元気にさせてみ。それができたら、お前たちはこの山から出しちゃってもいいぞ。ギンギンにね。さあ、どうかな。まあ、お気の毒ですわ、と。頑張ってみましょう。ワオをやってくれるの、折り紙ちゃん。オッケー、それならここの迷いの森の呪い消してあげるわね。おう。そんな簡単に呪い消せれるんだね。さあ、これで山奥の方に行けるようになったと。そういえば、この山のどっかに命の種っていうすごい種があるらしい。はいはいはい。その命の種があれば、きっとデクジーも元気ギンギンよ。それじゃ頑張ってね。ってことは、あの種かな？さっき種ね、手に入れたもんね。めっちゃ見られてる。ペラペラが来たぞって。じゃあ、セーブ。危ない。コインはね、いつ使うか分かんないからって思ったら天気出たね。さあ、ウェブバトル。さあ、マリオさん、久しぶりのバトルですわ。あ、確かにそうだね。おさらいさせてください。はーい。そうそう、整列させて、あ、そうなんだよね。丸押してたね。さあ、これで OK。で、ジャンプ。さあ、ブーツのジャンプ攻撃 1.5 倍。お得お得ってね。アクションコマンド。あ、やっぱあるんだ。あ、ここら辺は、懐かしい感じがするな。さあ、やってみましょう。トン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 。さあ、エクセレント。まあ、まあ、これが醍醐味だよね。さあ、ラストウェーブ。ハンマーだね。さあ、並び方。はい、これで OK。ね、ハンマーだね。音楽いいね。さあ、ハンマーのアクションコマンドは、振りかぶって光が一番大きくなった時と。まあ、タイミングだよね。リズムで。できるようになると一番いいよね。あ、やっぱ、RPG のやつを継承されてるね。意外とガードが大変なんだよね。おう、紙っぴらが出てきました。キノコもあるね。何か悪さね。さあ、キノコゲッチュー。お、先制攻撃？あ、やった。
先制攻撃できたね。はいはい。敵を並べろ。結構バラバラだね。あー、一回じゃ無理か。リング操作かっけに。あ、そこはあるんだ。へえ。そうだね、あれはああしてこうして。さあジャンプ。まあ気持ちいいね、この辺りプレイしててね。まあ先制攻撃は良かったね、なんだかんだ。神ピラ出るよって。はいはい。お、さあコイン。おお、ジャンプでもいいんだ。あー、でも先制攻撃はクリティカルは狙えないわけだね。さてどうしたもんかな。おー、いいね、確かにね。一回の攻撃じゃ間に合わないと。まさかこんなバトルでゲーム、そんな早くゲームオーバーならんやろ。おう、アクションが 2? へえー、じゃあ一旦目どうしますみたいな感じなんだ。あれ、今回、もしかして、仲間という概念がない。あ、やっぱもう一回行動できるね。得した気分。そうだね、残り回数見とかないと後々辛い思いしそうやな。さて回収。あ、回収。さあ、おお、フィギュアゲット。キノコだね。シワシワとかカラカラとこうピーンと戻る。あー、戻ったね、そういえばね。じゃあ手に入れた種とか全部入れてみますか。あー、ここはさっき遠くから見えたら湖じゃないかしらと。近くで見るとなんだかちょっと癒される感じがしません？ねえマリオさん、この泉何か投げましょう。そうだね、まず種いこう。命の種ゲット。食べさせる。あ、ギエー、今のしわがれたギエーはデクじいさんのお叫びですわ。ヨボヨボのじいさん、あんな激しいギエーだなんて。もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらどうにかしちゃったのかな。ああ、もう寿命が来たかもしれんねと言いつつ投げる。はい、フラワー。いや、素晴らしい泉やね。さあファイヤーフラワー1列分の敵に投げつける。ほう、はい、キノコ回復だね。さあ戻りましょう。デキジーの叫び声、何かあったのに違いない。まあそうだね、事件だ、早く早く。なんだろうね。心配だね。まあ確かに心配ではあるんだけど。さあ、セーブ完了。さあ、デクジー、どうした？うわぁ！あれ？
後ろなんか通って行ってるよね。あ、あ、あ。ほんとええだよ。シクシク、見て、このデグジーの変わり果てた姿。見たくない、こんなスカスカになった姿。まあ、ほんとスカスカやね。見たこともない。恐ろしい奴らが寄ってたかって、デグジー。見たこともないやつか。デグジーさん。わーん、デグジーさん。骨がこんなに細かったなんて、よっぽど弱っててね。そこかよ、突っ込むの。針金ぐらいだね。よく見たらこれ、スカスカ穴と似てません？確かに。紙っぺらを貼り付けたら元通りに直せるかも。じゃあ、枯れ木に花を咲かせましょう。ほい、ほい、ほい、ほい。戻った。顔も元通り。なんじゃ、誰かに襲われたような気がしたが、気のせいか。年のせいか、忘れぼけ、エカンド。やったわ、スカスカになったデクジーが元の姿で戻ったわ。見て見て、頑固な眉毛も偏屈な髭も全て元通り。本当に良かった。だってデクジーはみんなの大切な長老だから。まあ、その、そうだね、そのねじ曲がった性格も変わらずやね。スカスカは治ったけど、デクジーさんまだ元気がないみたい。元気がないか。ちょっと、上、失礼しますね。さあ、あげましょう。あ、違う違う。あら？デクジーさん、話しかければいいのか。なんじゃ、何かくれるのか。さあ、じゃあ、命の種を。デクジーさん、お体どう？いいぞ、熱くなってきよった。こいつは効く。え？おお、でかっ、すごい大きい。デクジーさん、すごい立派です。元気になったぜ。というか元気を通り越して若返っちまったぜ。これもあの命の谷のおかげだ。ありがとな、ペラペラのいいやつに折り紙がある。お、そうそう、子供寮出たいんだったな。おい、お前たち道を開けろ。はい、承知、学園了解。どうぞどうぞどうぞ。やったー、これでピーチュー行きますわ。さあ、マリオさん、急ぎましょう。祈りのご兄弟が心配です。デクジーさんもお元気で、もう、ギンギンにお元気ですわね。下ネタか？俺に再び生きる喜びを与えてくれた君たちに感謝です。気をつけていくよ。はーい。さすがに出てこないと。ああ、大量にくれるね。でさ、さっきの歌、歌詞ついてたってことはあれ、自由に歌っていいよってことなのかな。いやー、なかなかの思いつきでは歌えんわ。まあ、リズムは良かったね。ボディエンドソウル。スピードかな。ほい。さあ、セーブ。ドン、ドン、ドン。こっちか。裏側は見えん。この先立ち入り禁止。迷子の多発区域。そうですね。なんなら今、来たけどね。って書いてあるよ。あれ、デクジーを切った体から作られたんだ。エコロジーでしょ。エコロジー。いて、看板叩くんじゃねえ。読むものだ。すまへん。はい。そっか。なんか出てくるかなと思ったんだけど。甘かったみたいだね、考えが。ちょこちょここう叩き、え？キノピオ？あら、マリオさん、草に何か刺さってますわ。
あのお顔、なんだか気味が悪いですね。どこの誰かしら。気味が悪い。ケオピアーって。あの、結構声割れた喋り方するよね。キノピオはね。え、あなたがキノピオさん？なんか思ってたのと違いますわ。まるでおられたみたいなお顔ですし。おられた。まあ、おられてるね。おられてるんですよ。助けてください。ほっとかないで。助けてください。カスマンか何かありませんか。うるさい。あ、やられました。あとはここのおられた体どうにか戻していただけど助かります。ほい。あ、いい感じなの。にゃろこんにゃろ。ありがとうございます。助かりました。とキノピオさん、あんなにおられちゃって一体どうしたの。そうなんです、大変なんです。折り紙のやつらがやってきて、キノピオというキノピオを折ったり畳んだり丸めたり片っ端からめちゃくちゃに。まあ確かに恨みがある感じだったもんね。まるでキノピオを目の敵にしてるみたい。キノピオいじめです。キノピオに人権を、キノピオに自由を。折り紙兵がキノピオさんをいじめてる。きっとアニウェイズの仕業ですわ。とマリオさん、ひどいことをされているキノピオさんを見つけたら助けてあげません。そうです、キノピオを助けるととってもいいことがありますよ。バトル中にワインの長押しで助けたキノピオたちが応援に駆けつけます。応援は仲間が多いほどよりいいことが起きるので、どんどん助けてくださいね。あ、応援はもちろんコインがかかります。てめえ、もう一回叩こうか。コイン、キノピオさんって意外とちゃっかりしますわね。でもバトルで応援してもらってもらえるなんてとても心強いわ。へえ、でも何の効果があるんだろうね。あの声の感じはほんと独特だよね、マリオの世界はね。なんかすげえマキバ感の音楽が。おお、滑るね。後ろから普通に行ったら、あれ、犯罪者だよね。グレイト。あ、ちょっと遅かったか。まあでも、エクセレントとグレイトはそんなに影響なさそうだもんね。見てる感じね。あ、セミがいる。あ、え、君なの？ブランコを取られました。一応叩けるんだね。ブランブラン。だいぶ軽快な音楽が。よれりよれりやね。声的には、あの歌的にはね。まだ？あ、こういうアクションはやっぱいいね、マリオらしいね。お、マジで？ドレミファソラシド。どうも。すごいすごい。あ、こういうのすごいな。ふう。はあ、ちょっと休憩。50。すごい。あ、マリオさん元気になりました。よかった。折り紙編をいっぱい出し、私もマリオさんだけが頼りですわ。またどっかでピンチを見かけたらいっぱい回復してくださいね。へー。この回復機能はいいね。ベンチでっていうのを。お前のその刺さり方さ。目の敵とかのレベルじゃない気がするんだけど。生まれ、埋まっちまえ。お前のせいでこっちは大変なんだよ。ほい。あら、まだ折れてるね。キャンプに来ただけなのに、斧にされちゃうなんて。おー、ノー。お前、うまいと思ってんのか？これで？あ、もう折れてるからダメなんだ、これは。こう？あ、ダメだね。あら、綺麗になるのかなーと思ったんだけど。そんなことなかったな。あ、セミが。
トン。おお、さらに出てきたね。短い衣装を嘆いていましたが、元に戻れて一安心です。今の時間を大切に生きることにします。すげえ教訓受けたな、お前は。調べる。おお、気持ち悪い。いや、これ集合恐怖体、恐怖症の人、最悪だろうね。いつの日か、待て待て、いつの日か燃やされたい、巻きたもの。三つ王やね。あ、失敗した。まあまあまあいいや。無理に戦わなくてもいいって感じかな。お金が欲しかったらどうぞ戦ってくださいみたいな感じだね。3回目いらなかったね。なんか反対側もいける感じだね。後ろ側ね。おい、見えない。あ、いたいた。引っ張りと思ったらまさかの敵。いや、さすがマリオさん。どうしたどうした、そんなビビるな。折り紙怖い。惜しい。あー、ちょっとハンマーのタイミングが悪くなってきたね。ちゃんと感染もピノピオの声がするね。穴はとりあえず閉じといて、気になったのはあの裏だね。あ、いた。もう隙間に入れられてるって。私の席は切り株の下じゃなくて上です。そうだね。これぐらいかな。意外と引っ張る。いたね。うわー、しわくちゃだー。ありがとうございます。しっかり折れ目がついちゃって戻りません。戻らないのか、悲しいね。どう？一生このままか。それにしてもそこの地面の色なんか違うな。確かに違うね。こういう時はやっぱジャンプだね。あっち側行けないか。あれ、もしかして、やっぱ落ちるよね。お、いけた。全然あの負けた感じがしなかったけど。で、ハンマー。はあ、考えてあるね。で、アイテム採集で左行きますか。コインはあって損ないからね。お、よし。あ、ジャンプじゃダメ。関根の恨み。おいし。あ、一発か。一発か。三発ぐらい叩きたかったな。喋る友達が誰もいなくて寂しかったです。マリオさんはお友達から罰でヒントを聞けるんですよね。羨ましいです。お、ここに住んでいるキノピアはどこか遠くに出かけてしばらく帰らないみたいだよ。へえ、キノピオ隊長とかだったら面白いんだけどな。キャンプ場、キノピオのマークすごいね。夜行旅をうまいキノピオスバーベキューガーデン。あー、でもそうだね、時期的にバーベキューしたいね。よく燃えるだろうな、あのキノピオ。で、キノピオタウン。セーブ中。さあ、キノピオタウン。もうちょいかな。なんかすごいシールに対して、クリボーのシールすごいね。ペラペラ発見。ペラペラ捕まえろ。折り紙の方が強いんだね、シールよりね。
シール、ペーパーマリオかな。あら、またクリボーなんてちょろいですわ。ささっと一列に整列させてジャンプ攻撃しちゃいましょう。でもさ、手前にいないよね。そうそうそう、私の目が回ってきちゃった。どうしましょう。弱い敵だってめっちゃ上でかいじゃん。なかったようにありました。それはスライドですわ。リングを回すんじゃなくて列を縦にスライドさせちゃう。大体大胆な技。へえ。ほう、切り替わりました。へえへえへえ。へえ。はいはい。はあ。はい、よく考えられてるね。こういうアイディアはすごいね。それで戦闘のマップがあんな感じなんだね。ああ、で、動くと。ラストウェブもまたリング回転じゃダメっぽいです。スライドね。さあ。ああ、じゃあ、パッと見でパターン覚えないといけないのか。慣れてくるとすごい楽そうだけど。初パターン来た時の頭の回転はすごそうだね。お、クリボー助かった。あいつは俺たちを捕まえてどこかへさらおうとしたんだ。あれ本当にクリボー、なんかやたらとカクカクだったな。まあ確かにね、マリオに助けてもらうなんてクッパ軍団としてはちょっと情けないけど、同じペラペラ同士、これからは何かあったらお互い助け合っていこう。おい、みんなカクカクがいたら危ないから、みんなまとまって帰ろうぜ。まとまりすぎやろ。ああ、折り紙兵を作り出してるみたいですわ。このままじゃあちこち折り紙兵だらけになっちゃいそう。コインの使い道は何なんだろうね。お、そろそろキノピオタウンだね。ん？やっべえ、物騒なのが通っていってる。あれも折り紙？いけないか。さすがに無理か。やっぱ抜けるとあるよね。はい。ということで、今回はここまでにしましょう。まあ、戻ってきたって感じだね。なんとかね。さあ、ルイージはいるのか、それともさっきの変なクリボーにやられたのか、ちょっと気になるところですが、今回ここまでとなります。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。